株式会社山形グランドホテルは、山形県山形市に所在するホテル。1969年7月、山形市における都市型ホテルの第一号として、山形新聞社、山形放送を母体に設立され、1971年4月1日に開業した。1982年4月には、新館造地区の他本館の全面改装も完了し、 山新グループ総帥であった、服部幸男のコレクションによる国内外の彫刻、絵画など100予定の美術品を、グランド美術館として公開展示するなど、喧嘩随一の格式から、山形の迎賓館などとも称された。しかし、少子化に伴う、婚礼需要の減少や、大手ビジネスホテルチェーンの進出、さらには施設の老朽化などから客足が遠のき、 2014年3月期には、累積赤字が6800万円に膨らんでいた。そうした状況から、専門のノウハウを持った企業に経営を委ねたいとの、山新グループ首脳の意向から、2015年1月15日、山形グランドホテルを、ホテル運営会社である f e t システムに事業譲とすると発表し、F 社は2月27日から業務を承継した。 2021年11月1日、運営会社である山形グランドホテルは、親会社の F 社に経営統合となり、ホテル運営は、同日から新会社、SHG 山形グランドが継承した。ホテル名や、シティホテルとしてのサービス内容は変わらない。ありがとうございます。